皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、新しいねイベントが来ておりますね。今コレクションガシャも来てるし、あの1周年記念キャンペーンにいろいろ来てるのと、あとイベントガシャとね、いや優勝のがねキラキラ輝いててめっちゃ欲しくなりますけども、引かないよまだね。めっちゃ神々しいね今回。ゲイツと、まあ、ゲームのねそんな感じなのが来てるっぽいけども、イベントはまだ超級2のところで止まってるんですけど、まだ5万2000しかねやってなくて、まあ、今回の報酬もいつも通りな感じですよね。必殺技だったと星5のカードももらえるので、ここはもらっておきたい。で今回来てるリバイバルイベントは2つとも星5のカードが来てるので、これは絶対もらっておいた方がいいと思います。特に私ゴースト育ててるので、この決戦覚悟の方はねちょっとちゃんとやっておこうと思います。でまだライダー対戦は手をつけていなくて、だいぶ星7にしたんだけども、まだ弱い子がたくさんいて、このまま行っていいのか、また苦戦するのかとかなり悩んではいます。どうしようかなと。ではではガシャをね引きます。でもとどめ特攻がないとなかなか125万ポイントだっけね、ゲットしなきゃいけないんですよね。あの大きい石をいっぱいもらえる達成報酬、あれがいけないんですよね。はい、407個あったの157個にして挑みたいと思います。いきます。なんかいいやつが来てほしい。お願いします。さあどうだ。お、いいんじゃない、よくないかもうほんとやだ、最近ダメだなありがとう。あー、技か技か。次は、おっと、昭和が来てる。おっと、無印。ちょっと待って待って待って。やばいんじゃない、このラインナップは。技。ちょっとこれ、爆死感半端ないかな。必殺技。もう、必殺技。これは何技。ちょっと、これ、良くないぞ、この流れ。ここですよね、ここ。ラスト。何？星4か。もう全然ダメじゃん。もうやだ。全然ダメだね。必殺技で来てるけど、育ててないんだよな。ちょっときついですね。もう、またこのイベントもそんなに走れない。今、ライダーたち、こんな感じで、ディケイドまでライダー対戦連れて行こうと思ってるんですけど、ちょっと弱いんですよね。で、BC 持ってるのが上の6人。どうしようかな、みたいな。ディケイドは必殺技が使いやすいんでメンバーに入れたけど、これもなかなかね、弱いんだよね。やっぱり BC ないから。で、今の私の素材の一覧ですね。はい、こんな感じで、全体的にだいぶ合成とか無理やりして強くしてるんで、足りないです。基本的にいろんなものがもう足りないですね。この進化させる石とか、意外にこれがね、正義のやつが結構あったなっていう。これ売却価格100円なの？びっくりした。ここら辺がね、まあ、あんまりやってないが溜まってるんですけども、やっぱりこうね、星4の、このソウルとかテクニックとかがガンガン使うんで、常にここは不足してますね。で早くレベル上げたいなっていう時は多分皆さんも同じとこ回ってると思うんですけど、15の4を追撃で行くんですけど、経験値がね、1500入るんで、で、ここで紫の石が出るんですよね。結構、やってたらこの、これがね、足りなくなる時があるんで、たまにこれも回しつつ行ってます。ストーリーのミッションごとに、曜日石が固定されてるんですよね。だからどうしても、一番大きいやつじゃなくて、その手前の石が足りない時は、もうストーリーをね、回すのもいいかもしれないですね。せっかくなんで栄光のライダー対戦を、このメンツで行こうかな。S3 人と P2 人、T2 人だね。OK。
でまだ建物置いてないんでこんなんだけど、建物置いたらもうちょっと強くなるかな。では一戦だけちょっと行こうかなと思います。総合力に合わせて、P 属性の敵なんで一番初め初戦は S の子で行きます。 S の中でも一番弱いこのクローズで行きたいと思います。はい、行きます。ただ本当に必殺技レベルとかも5とかのままだからちょっと弱いんですよね。本当にこれはキックだからいいの、怖いんですよ。この次一発で死なないしね。このパンチが隙がでかい。ちょっと後ろ危なかったね、今危なかったね。この子今ヒットポイントどれぐらいだろう。殴った方がいいかな。よし、もうドキドキする。 OK、 やっぱ初戦なんでやっぱ2回戦わなきゃいけないから、1回目のねヒットポイントが食らいすぎるとすごいね、あやばいってなっちゃいますね。あー危ない、食らっちゃったし、もうどうしよう。さあ逃げて。1万6000でこんな感じですからね。ちょっと待って、ちょっと待って今ターゲットをちゃんとしてなかったな。あか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 、ちょっと待って、落ち着こう落ち着こう落ち着こう。今誰がターゲットになってた、きついなー。もうよし、とりあえず逃げながら行きますかね。ほんとやだ、もう闇レベルですごいピンチになるっていう。オッケー、よし、あ後ろ飛んでないね、なんかもう隙が大きい。よし、パンチ行きます。届くかな、届いたね。オッケー、よし、これは殴って、よし、オッケー、次が最後かな。相手になってやるぜ。じゃあちょっとまずパンチから。オッケー、なかなかねみんな元気いっぱいで。オッケー、ちょっと TRK 一人で打ちます。やっぱり一人だと威力少ないけど、敵を一箇所に集中させるっていうか同じ場所にね生かすことができるんで、これでもいいと思う。頑張れ。ターゲットカメラがおかしい、そんなことない。あら、敵も技中ですか、大丈夫ですか。初戦なのに食らってしまったのが痛いな。ギリギリ初戦なのになんかねおぼつかない動き、これを14回しなきゃいけないもんね。でも報酬が大きいからやっぱ絶対にやっとかないとね。もうこれで5分弱ぐらいかかってんだもんね、低いね。よし、あいただきましたね、これは大きい。はい、こんな感じでまったり進めていきたいと思います。次はフェスが来るかな、来たら引きたいので頑張って石もね貯めておこうと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。